水死。水死とは、溺水によって引き起こされる窒息死の一種である。溺死とも言う。水死は主に水難事故で引き起こされるとの公開があるが、日本人が最も水死している場所は自宅の風呂である。浴槽で全身浴する習慣のある日本では、諸外国と比べて浴槽で溺死する確率が高い。2014年の消費者庁の調査では、 溺水以外を含めて何らかの原因で浴室で事故死する死亡者の数が1年間で約1万9000人と推定されているが、このうち溺水による死者の数は4866人であり、これは2014年の交通事故死の4373人を上回る。出死者のうち65歳以上の高齢者が9割を占める。 日本社会の高齢化に伴い、浴室における死亡者は、急激に増えており、2004年から2014年にかけて、浴室における歴死者の数は1.7倍に増えた。ヒートショック現象により歴死する場合もある。自宅での歴死は、持病がない元気な人間であっても起こりうる。疲労や、睡眠不足、医薬品の服用などにより、思考能力や、 運動能力が極端に低下した場合にのみ起こると誤解されているため厚生労働省や消費者庁は注意を呼びかけている。また、乳児の事故においても風呂場での水死が多いことが特徴として挙げられる。これは日本の家庭では風呂の湯を残す習慣があり、捕まり立ちなど自力で移動できるようになった乳児が残り湯の張られた浴槽に頭から転落して 水死に至る事故が発生することによるものである。入児がいる過程では、浴槽に残りをできるだけ残さないことが、水死事故の対策となる。などといった対策を消費者庁では呼びかけている。2002年、平成14年の警察庁のまとめによると、以下の統計はこの資料による、日本での水難事故の発生件数は1722件で、 そのうち死亡者は951件である。死亡率は約50%と、交通事故などに比べても圧倒的に死亡率が高い。死亡者の内訳は、高校卒業相当年齢以上65歳未満が557名で、推奨者全体の57.0%を占めている。 65歳以上の高齢者が284名、29.1%で、以下、高校生相当年齢、未就学児童、小学生、中学生と続く。しかし、65歳以上の水難事故者の致死率は一番高く、7割近くが死亡している。これは、自身の身体能力の衰えに対する認識不足から、水難事故に陥りやすく、さらに、 水難事故に遭遇した際に対処でき得る体力がないことによると考えられている。発生場所は海が一番多く501名の死亡者が出ていて、これは水死者全体の50%近くを占める。以下、河川282名、28.9%、溶水路106名、10.8%、湖未地六67名、6.9%、プール7名、 0.7%と続く。水死事故の大半は着衣の状態で起こっていて、着衣のまま泳ぐことに慣れていないことや、衣服が水を含んで重くなったり、水中での抵抗になることで体力の消耗が激しいことも水死に至る大きな元となっている。衣類を身につけたまま水中に落ちた場合はむやみに泳がず、近くに浮き着などがあれば捕まって、 助けを待つと体力を消耗しない。小学生ならば、ランドセルの中身を捨てて逆さまにし、浮き具のようにするといった方法も取れる。着衣の場合は、不慮の事故で水中に転落する場合が多く、負傷していたり、パニック状態に陥っているために、適切な対応ができない例も多い。さらに、こうした事例は、水温が低い季節でも起こり、体温を奪われることで体力の消耗を早くして、 歴史に至る、牽性が高い。着衣のまま水辺に近づくことは危険であるという、危機意識を持つことにより、水中に落ちる危険を回避し、水中でも落ち着いて対処できるように備えることができる。レジャーなどで水辺に向かう場合は、単独での行動を避けることで早期の救助や通報が可能となる。水死に至る、以前の行為は魚釣り魚取りが最も多く、 292名が死亡している。多くの場合は、水辺の危険性に対する油断が招いた事故で、強風や雨量の多い時に釣りをしていて、高波や濁流に流され、事故や、命定状態で釣りをしていて、防波堤から転落する事故が、毎年、発生している。また、足場が不安定などといった、危険な場所での釣りを避け、場合によっては命綱を用いて、 安全を確保をすることが事故を未然に防ぐ。クーラーボックスを器具の代用にして助かった事例も存在するが、転落に備えてライフジャケットを着用することが生存率を高くする。特に戦場では転落する危険性が高いのでライフジャケットの着用が法令で義務付けられている。急激な体温の低下は心臓発作などを引き起こす恐れがあるため、 泳ぐ前には必ず準備運動により体を温め、循環器系を活発にすることは、日本の義務教育課程において教育されている。水が冷たい時は、遊泳を避けることが一般的であるが、訓練などで水に入る場合は入念な準備運動が行われる。水温が低い場合は、本人が認識している以上に、体力の消耗が激しいため、短時間で終了するように計画される。 また、はじめは、水温が十分に高くても、雨が降り始めると、水面付近は急速に水温が低下するため、遠泳などを計画する場合は天候に配慮されることが一般的である。自身の泳ぐ力を過信したことに起因して、波や風、流れ、水深などに対する警戒が不十分なために事故が発生する場合も多い。遊泳が禁止されている場所は、 潮流が複雑に入り組んでいるなどの理由がある。プールの場合は、旧排水口に強い流れが発生している場合があるので近づいてはならないことを示している施設が一般的である。風が強い時は、水面付近にしぶきが飛ぶことがあり、これがきっかけで溺れる危険性がある。また、アルコールを摂取した場合は、 体温低下による循環機能の低下を誘発しやすく、同時に陸上よりも身体能力の低下が顕著になることから飲酒後の遊泳は危険である。釣りやキャンプなど河原で行動する場合、ダムの放流や上流での降雨によって短時間で水位が上昇して流れに飲まれる事故が多く発生する。山中を流れる川では天候が急変しやすく、 滑りやすくなった足場から転落する例や、急速に水量が増えて流される例もある。乳幼児が数十センチの深さで水死する例は絶えず、保護者の監督不十分が原因である場合が多い。プールでは、たとえ子供がプールの底に沈んでいても他の子供には、事態の深刻性が把握できずに、身が遅れる例もあり、担当教諭やプール関心は特に注意が求められている。 体が成長過程にある子供の場合、鼻と耳とをつなぐ時間が大人より太く短い。そのため、息継ぎに失敗すると、時間の奥まで水が入り、時間の奥にある中時内の圧力が高まり中時のうち出血を起こす。さらに、症状が進むと三半期間の麻痺を起こして、めまいを発症。大人で言うとひどく泥酔した状態し、症状がひどくなると意識を失って、 歴死に至る。この要因は、泳ぎが上手な子供に多い。鼻の奥に、ツーンとする痛みを感じたら、中耳の奥に、水が入り込んでいて、めまいを発症する前兆なので、直ちに泳ぎを中止することで予防できる。件数は少ないが、陸上で溺死することがある。完成歴水とは、勢いよく、水を飲んだ時などに、誤って呼吸器に水を吸い込んだことが原因で起動が、 経攣を起こし、空気の通り道が塞がれて、溺水や溺死を引き起こすことである。二次溺水とは、水難事故で溺れかけたことが原因で肺に、水が溜まり、その時は助かっても数時間後や数日後に、排水種となって死亡することである。急速な体表温度の低下に誘発された、心臓発作や外傷などで意識を失ったり、体力低下やパニック状態に陥ったことで、 水中から顔を上げることができずに、あるいは人為的、偶発的に水中から脱出できない状況を強いられて窒息に至る。血中の酸素濃度が低下すると無意識に息を吸おうとしてパニックを招く。何とか空気を吸おうと必死にもがき動くため、血中の酸素が消費されて脳が酸素不足に陥り、さらに正常な判断ができなくなってしまう。 もし水が喉の中の孔頭あるいは生体に入れば、気管が凝縮して侵入を拒む。肺には普段、この水の侵入を防ぐ機能が働いているが、一度水が肺の中に入ってしまえば、この機能は途端に無意味になる。酸素欠乏のため徐々に無意識の状態に陥り、心停止に至る。まだ、この状態になっても助かる可能性はあるが、 酸素が一時的に供給されなかった脳に障害が残る場合があり、重度の場合は脳死や千円性意識障害となる可能性がある。溺れた人を推進させないためには早期の応急救護が必要である。一般的に心臓停止から BLS 開始までに3分経てば死亡率が50%、10分経てばほとんど生存が見込めなくなる。呼吸停止の場合、 BLS 開始まで10分で、死亡率が50%、30分経てば、ALS を開始してもほとんど製造は見込めない。人が浴槽で沈んでいたと、水死のように見て取れても、実際は水死ではなく、他の要因で死亡したことが解剖によって判明する、場合がある。溺水によって死亡した遺体の場合、肺を解剖すると、中は泡だった水で満たされていることが多い。この泡は、 呼吸する際の吸気と呼気によって水が攪拌されてできる泡である。肺内部からこのような泡が確認されると呼吸しながら水を吸い込んだ、つまり水を吸い込む直前まで生きていたことを示すので溺れたことによって水死した可能性が高いと言える。逆にこのような泡が確認されない場合は呼吸していない状態。 すなわち溺れる前からすでに死んでいて呼吸が止まっていると思われる状態で、後から呼吸器内に水が侵入したと言える。この場合、呼吸器内に水が侵入するより前に病死や殺人事件などの他の要因で死亡した可能性が高いので、推進にはならない。この例は、遺族が死亡診断書を書いた医師に対してクレームを入れるなどの争いが起きやすい。 死亡診断書の死因の項目が病死化歴水、自己死化によって支払われる保険金の額が変わるからである。死因のデータについては業界により様々な信憑性が問われている。例えば2009年11月25日にサウジアラビアで発生した大雨による大洪水では100人以上が死亡したが現地のメディアではこれを 洪水で百人以上が溺死したといった内容で配信された。しかし百人中百人が全員溺死したなどと簡単には断定することはできない。中には濁流に流されてきた石や岩などで頭部を直撃し脳挫傷で死亡する場合もある。いわゆる水に沈んだ遺体のすべてが必ずしも溺死したとは限らないのである。そのため死因についての決定や公表をする場合は、 慎重になる必要がある。事件性が認められる水死体は解剖などの調査が行われる。例えば、2004年、平成16年11月に奈良で起きた小学1年生殺害事件では、被害女児の死因は溺死であったが、気道や胃や肺などに残留した液体や付着物が調べられた。プランクトンや藻類などの混在や塩分濃度などの水質から、 水死した場所が特定できる。一方、組織の眼水などにより、遺体の損傷が生前に犯人につけられたのか、あるいは流されている時についたものなのか、識別が難しくなるという特徴がある。受水による自殺。遺体は一旦水底に沈むが、死後体内で発生する腐敗ガスのせいで、水上に浮上することがあり、自分の遺体がパンパンに膨れ上がって浮上し、 ヤジウ馬の視線にさらされる可能性がある。腐敗ガスによる浮力は、水深の浅い場所では二十三十キログラム重にも及ぶ。また遺体がどこに流れ着くかわからず、途中で魚に食べられてしまうため、発見時に他殺遺体なのか、自殺遺体なのかの判別も難しい。水死に関わる裁判は多く起きている。特に、学校のプールを管理する教師や、行政や、 部活をやっていて溺れた場合などの子供を管理する監督者に対する過失が問われる裁判が起きており、中には推奨した子供の親に対して過失相殺が認められる事例も多く見られる。水中に沈没あるいは漂流している間、しばしば魚類やカニなどの接触を受け、遺体の分解が早まることがある。また、遺体の着衣内側に、ベジナやサンマが潜り込んだり、 産卵していたという事例も知られるが、隠れ及び産卵場所として利用されていったものと考えられている。その他、損壊に関与しないものの、遺体に付着する生物は多岐に及ぶ、尾関、山内、1964。水に浮いた水死体のことを土在門と呼ぶのは、江戸時代からの伝統である。名前の由来は、山、東京殿の近世奇跡一に、 アン、アンズルに、江戸の方言に、歴史のものを、土エ衛門と、ウン、ユウは、なるせ川飛来の者ゆえに推しして、懇親某側、懇親某皮フトりたるを、土モ門のことしとぎ、たわむい必死がついに方言となりしとウンとある。水死体は一旦推定に沈み腐敗が始まると、ガスを発生し、組織が水を吸ってブヨブヨになり、体が膨れ上がって真っ白に見えることがある。この様が、 強報年間に色白で、典型的なあんこ型体系、締まりのない肥満体で有名だった大相撲力士、ナルセ川土左衛門にそっくりだったことから、粉がついたという。力士の四行名には、伝統名として繰り返し襲名されるものが多いが、土左衛門は、この、ナルセ川の後は一度も襲名されることがなかった。昔から海運業、海洋土木、水産業、 造船業等会にまつわる業界では、土左衛門を発見し陸に上げて供養することは、縁起が良いこととされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。